まあ、やっぱり率直な気持ちで言うと、その世界選手権を取った後ですごくこう流れが自分に来てると思ったので、まあ、今年やって取りたいなって気持ちはあったんですけど、まあ、すぐにその自分の中で、まあ、逆に言うとそのトレーニングを積んでさらにその高い完成度でオリンピックに挑めるかもしれないっていうふうに切り替えました。トレーニングの後に、なんていうんですかね、まあ、壁の中でより自由に動き回れるじゃないですけど、よりレベルアップした自分っていうのがすごく楽しいので、まあ、それをイメージしながらやってます。練習で自分と向き合う時間が多かったので、本当に自分自身がクライミングと深くつながってる感覚も得られましたし、あとは本当に大会が多い期間だとその追い込むような練習っていうのはあんまりできなくて、その追い込む練習をするとその体の感覚がどんどん鈍くなるので、まあ、そういった練習ができるっていうのはプラスでしたね。僕のレベルでもまだまだ伸びしろはたくさんあるので、そのここっていうのは難しいんですけど、まず一番はやっぱり根本的なその、まあ、体力の問題、そのコンバインドをやる上でやっぱりその種目ごとに少しずつパフォーマンスが落ちてしまうっていうことを改善するために、今年はその走り込むトレーニングをしたり、まあ、登り量を増やしたりということをしました。力だったりその技術っていうのはトレーニングでつくんですけど、やっぱり心自体はなんか僕はやっぱり大会でしか鍛えられないなと思っているので、まあ、少しずつやっぱりそういった大会が、まあ、再開されることを、まあ、祈ってるというか、まあ、来年のワールドカップだったりを楽しみにしてます。大会がなくなってこそ気づいたんですけど、やっぱりその僕たちがいくらトレーニングをしたところで、その大会を運営してくれる方だったり応援してくれる方がいない大会っていうものはできないんだなと思いましたし、やっぱりその、まあ、ちょっとずつ大会が戻ってくる中で、まあ、そういった人たちにその僕たちがトレーニングしてきたものを見せて、やっぱり僕たちのエネルギーを伝えていきたいなと思います。追われるプレッシャーっていうのはあんまりないんですけど、そのやっぱり追ってる時の方がやっぱり楽しさで言ったらやっぱ楽しかった部分はあります。それに向かって頑張ればいいっていう部分があったのですごく楽でしたね。でも今はやっぱりその常に自分自身を超えていかなきゃいけないっていうところがまあ難しいと思うんですけど、逆に言うとその自分でしか行けない道だと思うんで、まあ、そこがすごく楽しいです。僕自身やっぱりトップ選手が結果を出し続けることでその競技は有名になるかなっていうふうに思ってます。